こんばんは、ちがたがお疲れ様でした。お疲れ様でした。おつちち美少女こんばんは、こんばんは、こんばんは。おつちち、おつちち、ハート、ありがとう。おつちち、こんばんは。おつちち、おつちち、おつちち。2時半に耳鼻科行ってて見れなかった、あら。そう、でもね、ちょっとわかんない、何時までやるか決めてないけど、でもお母さん夜ご飯食べる時間になったら多分やめる、わかんないけど。あー、めっちゃごめん、めっちゃ首がかくんでる、ちょっと。オッケー、よし、おつきちー、おつきちー。先輩の大家さん、そうです、なんかそう、さっきのね、ちょっとお昼頃にね、配信の時にね、めっちゃなんかツイッター X か X でなんかなんとかだよーみたいな感じで嬉しかったです。いや、お疲れ様です、お疲れ様。おつきち、おつきち、おつきち、まあまあ、サイン会った方、抽選会お疲れ様、お疲れ様です。おつきち、中古男子の駅生の大山さんさんに見つかってましたね、見つかりました。そう、なんかめっちゃなんかさっき配信してた時も逃げろって言われた。あと、じゃあ8時までな、8時までやるから、だってあと 2時間ぐらいあるでしょ。わかんない、わかんない、早く終わるかもだし、もうちょっとわかんないです。あと、ありがとう。さつきちゃんかわいいって青木りかさんが公演で言ってた、そう、嬉しかったです。りかさんね、めっちゃめっちゃ綺麗だった。そう。で、ちょっとお二人でお話できた。あと、ありがとう。こんばんは、じゃあ、じゃあ。ハロー、さつきちゃん、ちゃん。おつきち、おつきち、服めっちゃ可愛い、ワイも着たい。服、ぴちゃん。いやいや、ワイも着な、ワイも。おつきち、おつきち、おはちち、おはちち。サインありがとうね。3月16日なくし会の時にチケットホルダーに入れてもらってくね。ありがとう。じゃあ次もありがとう、来てくれて。今日はオンライン会ありがとうございました、ありがとうございました。抽選会もありがとう、おめでとうポスター。だいぶ大きいけど飾って。さつきちに目をつけるとは、まさやさん、さすがだわ。そう。嬉しいですね。あと、ありがとう。今日はいろいろ見つかったね。よかったです。嬉しい。カキレナと配信同じだったんだね。そう、一緒にやってました、カキレナと。あと、ありがとう。あ、キリガさんがさっき公園でめっちゃ可愛い生き物言ってました。生き物。そう。そう、見てめっちゃ嬉しかったです、青木りかさん。うん、あと、こんばんは、12期の清楚かっこかり担当。そう、あの、ココハンとカキレナには清楚って言われたけどね、ココミンには赤ちゃんって言われた。さつき清楚って聞いたら、で、レナと一緒で清楚ってカキレナ言っとった。おつきち、おつきち、ロケット、ロケット、ありがとう。ポスター楽しみだな、ありがとう、ありがとう。それなら良かったです、ポスター。こんばんは、こんばんは、月地、月地、ちょ、あと、ありがとう。
88チ88チ。タネちゃんチラこんばんは。チラこんばんは。88チ88チ。今日の優勝くは恵方巻きかな。そう恵方巻きだよってママが言ってた。恵方巻き食べます。88チ88チ。こんばんはワン、こんばんはワン。かわちちかわちちありがとう。頑張ちち頑張ちち頑張ちち。つきち鬼は外。おお鬼は外ありがとうございます。アーカイブのかきれな見たらとつきちの可愛い声が。そうかきれなと一緒でやってました。さあ一回配信で見てたよ、ありがとう。ピーナッツピーナッツありがとう。こんばんはこんばんは。恵方巻き食べたの？多分夜ご飯に食べると思います。多分わかんないけど。父は可愛い美女美女ありがとう。ハートありがとうございます。よいしょ。あ大山さんさん見つかった。さつきちちゃんだそうですこんにちは。そう嬉しかったですね。だったね。にょん。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと待ってね。オッケー。ちちち。今日はね、違う。なんだっけ。節分か。節分だから恵方巻きを食べるよ。こんばんは。こんばんは。よいしょ。あ、ここからんだ。ん？そのうちはさんさん。公園見に来るかもね。あ、緊張しちゃいますね。そうでもね、見に来てくれたら嬉しいな。サツチが出てる時に1000回のワイプでチラが可愛かった、ありがとうチラちゃんとやったよ。ビキチビキチこんばんはこんばんは。タネチチ A 賞当ててくれてありがとうね。いやいやこちらこそありがとうございます。 A 賞当てたポスター、ポスター、よかったら飾ってください。ありがとう。かわいい。リュウタになりました。ありがとう。やればできる父。できる父。ハート。ありがとう。ハート。12期で一番壊れる、壊れるメンバー。わかりやすいですよね。でもね、なんか今日はね、初めてね、初めてじゃないけどね。あの初めてか、初めてカティリナと一緒に配信やったらねめっちゃ面白かった。あとありがとうございます。ココミンとカティリナ付き合ってる。でめっちゃ仲いい。こんばんは。今日はよくお会いしますね、お会いしますね。そう今日はね、こんばんはこんばんは。あとありがとう。ファイトファイトありがとう。バブちゃんプリン、そう大谷まさんさんのやつ。そうありがとうございます。さちちこんばんは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 。みやびちゃんと同学年だね。そうです、みやびむと同学年です。中学1年生。こんばんはこんばんは。じゃあ頑張れ父頑張れ父。今日節分です節分です。鬼鬼ん豆まきはねしないけど恵方巻きは食べるよ。今日は今年はどこ向くんだろう。こんばんはあつきちこんばんはこんばんは。ずっとかきでなる声聞こえてました。かきでなれかきでなめっちゃ声が大きいって言われてた。さつきちビームお願いします。さつあさつビーム
鉄ビーム、みおまるさんにも打ちました。鉄ビーム、みやビームのビームをさつきのバージョンでやるとさつビームになります。こんばんは、こんばんは、こんばんは。お疲れ様、お疲れ様。まだ腕立てしてるの？腕立てね、もう取っちゃった。オンライン会は戸惑った。オンライン会はね、そう、初めてだったからね、ちょっと難しかったけど、先輩のやつね、さっき見ててお勉強してからだったから、そんなね、難しくなかったよ。さあちゃん、恵方巻き13問、え、そういう感じ。恵方巻きも13問頑張ってね。いやー、ちょっと13問何かも。かきるな12期最年長、うん、12期最年長はね、はななんとさやちゃんとここはちゃんだよ。あ、おつきち、おつきち。キズ大臣の大好きな小山さんさんに見つかったらしいね。会えるといいね。会えるといいです。私も会いたいです。東北東、東北東ね、東北東向いて食べます。東北東どっちかわかんないけど。わーわー、こんばんは、こんばんは。わー、あ、そうだ、みんな殺ビームにやられてるんだ。わー、こんばんは。家のこっちが来たとかわかる？わからんよ。え、でもね、うん、わかんないや。わかんない。先輩優しい。先輩めっちゃ優しかったです。鬼朝とバブはうち。鬼朝とバブはうちです。こんばんは。かきりなきちは17っちゃいきち。あれ、かきりなきち高校3年生きちだから18じゃない、かきりなだと思います。わかんない。ゆうにゃんはさ、この1月31日で18だったよね。多分18かな。ん、お星様、お星様、ありがとう。すごい美肌でまぶしい。そうか。ありがとうございます。花の吉は19歳吉、19歳吉。19歳吉ですね。ハート、ありがとう。ココハンはカキレナとは危険。ね、めっちゃ面白かった。なんかココハンがね、カキレナにね、なんか変わってもらいに行って、ウィーって戻ってきて。ってのずっとやってた。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ハート、ハート、ありがとう。あと、そう、そう、でもね、今日はね、いろんなことがありました。一日でしたね。ココハンは、かきれなも遅いすぎ。そう、めっちゃね、わーって言ってた。おつきち、おつきち。おつきちは5ちゃい。うん、13ちゃい。正解楽しくできた？楽しくできたよ。楽しくできました。こんばんは。こんばんは。ココレナ、ココレナマゼルだっけ？そう、めっちゃ面白かった、ココレナでも。そう、なんかね、さっきの配信でさ、お昼ご飯食べてあったかいからさ、なんか眠たくなっちゃった話してたんだけど、本当にさ、寝ちゃってさ、そう、ちょっと前に起きたの。だからまだ眠いです。あったかい。さつきちは10ちゃい、うん、13ちゃい。3位は自分で考えたの？そうです、自分で考えました。たぬき、たぬき。1吉になっちゃった、1吉になっちゃった。おー、ほんとだ。ありがとう、頑張ってください。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。これは夜寝られないパターンだ。いや、夜も寝れるさ。私の睡眠力をね、侮っちゃいかんよ。そう、ほんとね、
先輩たちも本当に優しくてね、めっちゃ可愛かったです。なんか3人、みよまるさん、おうかさん、りかさん、なんかもう3人ともすごいなんか眩しかった、眩しかったっていうかね、なんかすごいめっちゃキラキラしてましたね頑張ってください、ありがとう。あとありがとう、つちちおつちち、まだ歯ある？乳歯かな、乳歯歯はあるよ。乳歯はね、あったような、1本ぐらいあったような気もする。さつきちって腕時計2個持ってるの？結構持ってる気がする私、他にも。バイバイ仕事中父、あら頑張れ父。さつきちは1日15時間休みの日に寝てそう。15時間ってことは3時か、いやそこまでさすがに寝ないよ好きな先輩どんどん増えて困るね。そうです、どんどん増えてきますね好きな先輩もうで困らない、もう楽しいことです楽しいし嬉しいことですね。またね、またね。今日はどんな一日だった？今日はね、サイン会抽選会手形会したのでね、なんか名前も呼べたしね、初めてね手形もやったしね、なんだ抽選もできたし楽しかったよ、楽しかったよそういい一日でした。こんばんは、頑張って、ありがとう。今日の公演 MC でマキリカさんがさつきちゃんなんて可愛い動物なんだと言ってたねまるでお母さん。そうです、マキリカさんはねすごい優しかったです、本当にめっちゃ優しくてね。そう、なんかなんて呼ばれてるのって言ってね、私がさつきちかさあちゃんって呼ばれてるの、呼ばれてるのじゃん、呼ばれてるんですって言って、はい、さつきちって呼ばれてるのって言って、じゃあさつきちって呼ぼうって言っててくれて、それで公演 MC でねさつきちって言ってくれたからね、そう嬉しかったですね枝時コレクターさつきちお父さんが好き多分売れ時は。こんばんは、いつもつけてってる時計を決めてるの？うん、一個ある、なんか銀色のね、もっとね軽めなやつだけど、今ねちょっと壊れちゃってるかな。おつきちおつきち、あとありがとう。さつきちバブちゃんに見えない時と見える時があるえでもね、髪の毛下ろしてるとそこまでバブちゃんに見えないよ。髪の毛上げるとね結構ねあれかもだけどしょ、こんばんは。あれは今日12期生の子たちを覚えながら1日過ごしてたよ。12期生今日頑張ってましたさつきちん加藤さつきディーディーいやでもなんか本当にねもう好きな先輩いっぱい増えてっちゃうこんばんは、こんばんは、さつきちゃんこんばんは。ふみちゃんはやっぱり今日も可愛さが安定している、ありがとう。今日の時大人っぽさがある、そうちょっとねなんて言ったら強そうな時だったね。ポニーテールはバブちゃんだね、そうポニーテールは結構バブちゃん手形会ではインクで深い汚れなかった？うん、全然汚れなかった。そう、今日はね、手形ある会って聞いてね、黒い服着たの。で、本当にね、白服のニット服着る予定だったんだけどさ、確か花菜も白のニット着てたしさ、かきりなも白のニットみたいなやつ着てたじゃん。でも汚れ、かきりな汚れてなさそうだったから、別に白履いてきても大丈夫だったなと思った。確かに今日バブみがない。どう、前髪切った？ん？どうだろう、あとね寝起きだから落ち着いてるかな、絶対ね髪の毛下ろしてるからだと思った、さつきつきちおつきち、こんばんは、こんばんは。私服はカジュアルや去年のゴシック好き、そうだね、なんかねフリフリとかなんかリボンとかねリエスとかハートとかがついてるお洋服が好き。でもねカジュアルも全然着るよ、なんか気分で来てます。
後輩は先輩好きになって DD 弱くなる。だって本当はもう皆さんすごいし、もうね、もう選べないですよ。自分と同じ DD で安心した。やっぱね、ほんとどの先輩もね、ほんとなんて言うんだろう、もうかっこいいくて可愛くて、なんかもうね、しょうがない。やっとありがとう。今日はめまい目指してのこと言われた？言われなかったけどね。そうそう、つけれなかったから後の配信でつけたよ。こんばんは、こんばんは。 X で大山さんさんがサドシジに反応してたよ。そうです、めっちゃ嬉しかった。嬉しかったです。ツインテールしていたら今の年齢よりマイナスして幼く見える感覚がしてきた。ツインテールはね、さつきね、なんかここら辺だとあれだけど、わかんない、ツインテール普段しないんだよね、さつき。絶対幼く見えますね。親御さんさんがさつきに話したら、やはりさつきのかぶせだよね、あれは可愛すぎだよね。あのあれね、めっちゃおすましさつきだから。おすましさつきだった。ハートありがとう。ばあちゃんの時はミータンといる時絶対そうだと思います。私ばあちゃんの時ね、あのミヤビームと一緒にいたりね、年上メンバーと一緒にいる時だと思います。ハートありがとう。林美玲ちゃん好き、今でも公表してます、公表してます。林美玲さん大好きです。あとありがとう。こんばんは、こんばんは。トーク会、握手会、通所会ではコスプレとかするの？なんかね、みんなしそうだよね。さつきなんか全然私服でやろうかと思ってたけど、ちょっと考える。ちょっと考えます。でもなんかわかんないです。コスプレでもなんかコスチュームとか好きだからしたいなと思いつつ先輩一人で縛れないもんね。そうです、もう皆さん本当に優しくてかっこいいし可愛いし。お疲れ様です。 DD でいいよ。父こんばんは。幼く見えてしまった俺である。やっぱね、ツインテールすると幼く見えるよね。あとありがとう。お父ちメンバーといたらさつきちゃんバブちゃんになるもんね。絶対そうだと思う。私赤ちゃんのコスプレですか。もうね、デフォルテがね、デフォルテがそうかもしんない。お月ちこんばんは。さつきちに捕まえてほしい。配信は何時まで配信？多分ね、45分ぐらいまでやると思います。45分ぐらいまではやろうかなと思っている、います。そう、でも全然決めてないです。警察官？ポリス？コスプレしてほしい。ポリスか。なんか考えとくね。みんな何するんだろう。なんか花なの見たとき、なんか天使か悪魔か書いてあったような気がする。ご飯まだできないね。そうです、ミヤビームやってたね。今日ミヤビーム最近会ってないです。ミヤビームポリシーなんて捕まえてほしい。ツーショット会でバブのコスプレするとリアルになるから。ツーショット会はね、多分1時ぐらい私服やると思います。でもなんかみんながコスプレするようならさつきもさ、1日ぐらいはまあもうちょっとやろうかな。ランドセル姿が見たいな。えしみりさん言ってたよね、ランドセルもいいね。なんか可愛いコスプレしたいな。可愛いやつ、なんかなんだろう可愛いやつ着たい。
かわいいやつがいいな。なんだろう、かわいいやつってわかんないけど、なんかかわいいやつが着たいです。エンジのコスプレがいいです。私がエンジやったら本当にエンジだからね。ダメだよ。私がエンジったら本当にエンジ。ランドセル現役だもんね。ほぼ現役でした。ちっちゃい、やっぱり幼稚園生から絶対ウケるかな。なんかね、絶対ね、絶対言われるよみんなに。なんかもう来る人来る人に、本物じゃんみたいな、めっちゃ何歳ですかみたいな、めっちゃ聞かれる絶対。誰か服をそれにするのをしたいな、したいけどまだ決まってない。黄色い帽子。めっちゃ幼稚園児か小学生じゃん絶対。そうね、みんな何するのだろう。そうか、エンジだとコスプレじゃないのか。そう、ちょっとね、コスプレ、コスプレ、まあコスプレだけどコスプレじゃないみたいになっちゃうから NG。 そう、いや楽しかったですね今日は。でもやっぱね、ちょっと眠たくなっちゃう。幼稚園生とか赤ちゃんのコスプレそのままなんだろうな、さつき。そうだよ、そうだよ、そのままになっちゃうからね、さつき。やるとしたら、でもね、天使とかね、かわいそうだよね。かわいそうだよね。なんかあと、なんか何したいかな。赤いランドセル似合うね。私ね、ランドセル青いからな。まあさつきちゃん、どんなコスプレも似合うな。イエーイ、ありがとう。かゆい、こんばんは、こんばんは。西松屋では買わないよ服は。西松屋では買わないよ。まだ早いけど、セーラー服とか。あー、セーラー服ね、確かに。さつき、セーラー服、あ、確かにいいかも。セーラー服、セーラー服かわいいよね。そう、セーラー服好きですね。あとなんだろう、うーん、なんかメイドさんとか、なんかバレン、あ、でも3月か、3月、3月って何があるの、3月の行事。いや、なんだろう、なんだろう、わかんないけど。おつきち、おつきち、ちらちらちらっか。たぬき、アライグマ、レッサーパンダ、ハクビシン、コスプレある。さつきちのセーラー服はファンは声に落ちる。そう、始球式とか、あー、清掃ね、清掃。確かに、ひな祭り、ひな祭り、ひな祭り、コスプレ難しくない？着物着るしかない。そう、着ないといけない。こんばんは、こんばんは。そう、あー、でもね、セーラー服ちょっと考えときます。さつき、じゃあかわいいので、かわいいお洋服で十分かな。あ、不思議になっちゃったね。かわいいお洋服はね、いっぱい着ようと思います。とりあえずね、なんか皆さんにね、来てくれた方にね、見せるようにまだ着てないお洋服があるから、それを着ようと思います。はい、ナイスとミーチュー、ナイスとミーチューチュー、テンキュー。こんばんは、こんばんは。セーラー服似合うね、セーラー服似合うかな。でもね、似合うといいな、セーラー服。4月入学式だもんね。JS、JS。 私一応ね、中学生だからね、中国生だよ。そうだよね、中2になっちゃう、さつき。でもね、中学校2年生になるとはね、私もうすぐ14歳になっちゃう、早い。おつきち、おつきち、ランドセルとか大きな友達、大きなお友達が喜ぶよ。じゃあね、いつかランドセルやろうと思います。多分中3ぐらいになったら、僕もセーラーでお揃いします。いいよ、お揃いでツーショット撮ろう。うん、マサラさんの M 字のプリンは何だろう。多分私の特技かな、特技お菓子、あのプリン作りだからかな。こんばんは、こんばんは。
かなと思ってます。私は特技がそれだから。こんばんは、こんばんは。3月は先輩の卒業式。泣くなよ、泣くないよそうだね、さつきすぐ泣いちゃうからな。でもね、さつきち今ねちょっとほんとやる気元気加藤さつきって感じだからもうめっちゃねそう頑張ってます。この前はね自主練していってね、あの女の子の第6巻をね覚えました。自分でできるところまではとりあえずユニットが踊れるようになろうと思って頑張ってます、うん、ランドセルの CM のオファーが来るかもよ。あら花なんかっこいい、かっこいいコスプレした。花なんね、花なんかっこいいコスプレしたし、 JY と幼稚園児でしょ。幼稚園児じゃないおつきちこんばんは。おつきち小学校の卒業式の時は泣いたの。めっちゃ泣いたよ、めっちゃ泣いた俺は自分の卒業式の1ヶ月前から泣いてたうん。おつきちの狼とプレード見てみたいな。ちゃ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 チャチャラチャ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 風に膨らむ。みゆちゃんがやってたね。スカート誰かを好きすぎるせいかしら、名前呼んでも知らんぷりするの、ハートのダーツ外したみたいねが好きです。私はあとどこだっけ。子供扱いしないでほしいわ。あと何だっけ。なんだかなんだか焦っちゃう。ベースが押しすぎて音を怖いの。ここが好き。子は狼になるんだと聞いてたのが好きです私ね、せっかくぜひ劇場で見届けたいよ。そうそう言ってくれる方が多いのでね、そのそういう方のためにも頑張ります。やる気、やる気です一番面白いのは花なんが小学生のコスプレ、最年少学生イラオク。シャナの小学生のコスプレするんだ。いいね、楽しみですね。さつきタネちゃんが泣いたら俺も一緒に泣くからね。一緒に泣こう。こんばんは、こんばんは。そう早くね制服の目出れま出れるように出れるようにとりあえずねできるところまでやろうと思ってそう好きですね。劇場楽しみだね、楽しみ。でなんかさ、よいしょ、小学校の卒業の時は泣いた理由は周りに流されて友達別れるから。そうだね、なんかめっちゃ仲いいってか、さつきはすごいめっちゃ好きな友達いっぱいいるんだけど、特に仲いい友達が2人いて、その子たちがねもうどっちとももう3人ともバラバラになっちゃったの。それでねめっちゃ泣いてましたね、めっちゃ泣いてました。なんか見たいな、見たいな、こんばんは。でなんか私にリアルお姉ちゃんはいるのかな。 います。リアルお姉ちゃんもね応援してくれてるのでね頑張りますでなんかさ、ショールームってカラオケ機能あるじゃないですか。でもねカラオケ機能だと公演の曲ね入ってない子とかね多いから、そうカラオケボックスでねやりたいの。でもねカラオケボックスなんか2種類あるじゃん。1つの種類はそうめっちゃなんか公演の曲多いの。なんか2個行って、1個目の種類の時はなんだっけ、恋よりもドリームがあったんだけど、もう1個の種類はねなかったの、なかったりして、もう1個の種類の時は女の子の第6巻もあったんだけど、
どう、もう一個の収録の時なくて、でもなんかいっぱい曲数ある時の方がなんか採点がちょっと厳しいから迷ってますね。そう、さつきちゃん同期の採点祭とかあったら手紙で本人より泣いて、そう、さつきちゃん、さつき感情高ぶっちゃうと泣いちゃうからな。11年先輩を教えてくれる、11年先輩ダンスですか？ダンスね、教えてくれます。もうなんかめっちゃ優しいです、ほんとね、優しくて、なんか分かんないとこあったらね、聞いたら教えてくれるし、なんかそうめっちゃね参考になる。もうなんかなんて言うんだろう、そうすごいんですよ本当に。なんか同じダンスを踊ってるのに、なんか同じダンスを踊ってるみたいな、じゃないみたいな感じで、本当にすごいの、本当にすごいから。でもなんだろう、くるみさん、森本くるみさんが、あの詩人の足がさつき、なんかちょっと違うなと思って、そうちょっとね教えてくださいって言ってね教えてくれて、その次の時にね、そう、あのできるようになったって聞いてくれて、本当に優しいなって思いました。思いました。こんばんはです。こんばんはです。こんばんは。はんちゃんのさつきちのカラオケ配信希望します。いつか実現してほしいな。ね。確かに複数人でのカラオケ配信も楽しいかもね。つきち、おはちち、おはちち、初見さんいらっしゃい。終わりしました、終わりしました、ありがとう。ニアビームの生誕祭とか、ミヤビームがファンの方に手紙読んでるとき、さつきちが後ろで号泣だな。号泣だな、そう号泣だな、泣いちゃうかも。いい先輩でよかったね、本当に。11期の先輩めちゃくちゃ優しくて、なんかすごいいろんなことを12期生の私たちに教えてくれて、本当にかっこいい。くるみ優しいな、そう本当にくるみさん優しいです。そうで本当にね、なんて言うんだろう、もうなんか尊敬しか出ないというか、本当にめっちゃ可愛くてあれなんですけど、本当にめっちゃ尊敬してますね、すごいもん。いつかそうあんなダンスができるようにさつきも頑張りたいと思います。私のような妹くるみ欲しいだろうな。そうくるみさん、くるみさんと同じステージにもね出したいので頑張ります。私たちも13期生のいい先輩になるんやで。そうですね、10期生の方がね私たちにしてくれたぐらいね、そう13期にも優しくできたらいいですね。まあさすが教えられるか分かんないけど、ダンス教えるの下手だから。そうさつきち、ミヤビームが頑張ってるの知ってるからって、さつきちの優しさで。そう号泣して他のメンバーになだめられてそう。こんばんは、こんばんは、さつきち、こんばんは。くるみのステーション見た、見ました、めっちゃかっこよかった、かっこよかったです。ほんとなんて言うんだろう、すごかった。尊敬できる先輩が身近にいることはいいことだよね。そうです。でなんか一回何の時だろう、なんだろう、あオープニングアクトの時かな、オープニングアクトの時で、さつき終わった後、夜ですよ、結構夜、ミヤビームと私が事務所でお弁当食べてたんです、終わった後。そしたら10期生さんの人たちがねめっちゃ来てね、めちゃ来てねってか、そう全員でね来てくれて、それでなんかご飯食べてる部屋の隣でめっちゃ練習してたんです。だからやっぱこういうなんて言うんだろう、私たちが見えないところでやっぱやってるから本当にすごいんだなと思って、本当になんか尊敬。おつきち、おつきち、でもねやっぱねそういうね先輩になっていきたいなと思いました。さつきちは5期メンバーとして認知されそうだね、いつかは。まだ花なんより上回ってないから。そうまだね、花なんよりは泣いてないよ。おつきち、おつきち、おつきち。それではね配信これぐらいにしようと思います。そう
多分夜ご飯できそうなので、あ、チラッ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 そう、でも本当に11期の先輩はすごい、だから本当先輩すごい。はなな号泣メンバーなの。はななは号泣メンバーだよ多分。じゃあたくさん配信ありがとうね。配信お疲れ様、ありがとう。こんばんは。ゆるかは何かな、恵方巻きだよ多分。恵方巻き。じゃあね、またね配信、今ねやる気元気加藤さつきなのでそう、またねすぐ配信やりたいと思います。エルバブです。成長してけるです。成長していく姿を皆さんに見てもらってね、一緒になんて言うんだろう、応援というか、さつきも頑張るので、そう、これからも応援してくれると嬉しいなって思います。恵方巻きなの一緒だ、やった、一緒だね。巻きいいな、お疲れ様でした。ちゃんと願い事するんだよ、願い事します。それでは皆さん、今日もここまで見てくれてありがとうございました。豆を食べてね、豆もあったら食べるそれではバイバーイ、ありがとう。